しいよな、主人公よりも人気があるわけやくって。まあでも仕方ないですよ。まあね、かっこいいから。かっこいいから。まあ私も好きなんで文句を言いますね。じゃあ次行くかな。ではよくスタジオに来て元気丸出しのポッポちゃんはどこに行ったらお顔が見れますか。差し入れは何がいいですか。ふっふっふの L ご主人様からいただきましょう。よーよーよー。あらあらあ、ポッポちゃんを黙らせるにはここです。焦らず騒がず脇ポン。ちょっと怯えた。私ちょっと怯えた。私はね、あれですよ。次はね、あのね、8月27日のアイドルキャッツコレクションっていう、なんかプロッツ日本橋プラッツに行ったら、あそこに、はい、そうなんですよ。あのね、その時はね、そこでね、MC をね、やるんですよ。すごい。そうなんですよ。やったーやったー、すごいね、ポーちゃん。そう、 MC をね、そうやるんですよ。みんなのね、歌をね、楽しく聴いてるんですけどね、のね、その時にね、差し入れはね、グミか同人誌。同人誌はちょっと難しいんじゃないかな。あ、それは何、 L の L のやつ。あ、ピンポイントですね。もしマントだけに行って買えそうなら買ってあげてください。でも痛い私悠々白書ね、あれ私言ったっけ、小学生の時私図書館っていうのを開いてたことがあって、私図書館、自分の好きな漫画を学校にバッて持って行って、図書館って言って机の上に漫画バーンって、そうで、そうやってみんなにバーって貸してた悠々白書なんかがなくなってしまう。まあ、そうなりますよね。そう、だからそのなくなってる感とか、あ、欲しいよね。何巻の漫画はないとね、とりあえず13巻はなかったですね。13巻はないらしいです。もしくはこれ見てる私図書館で、13巻借りた人返してください。ピンポイントだな。ピンポイントに。心当たりのある方は返してあげてください。お願いします。13巻って言ったらな、結構盛り上がりのシーンやな。そう、日本橋プラッツはほらアニメーターの近くにあるから、そこで買って13巻を差し入れしてあげてください。やった。他にはないんか。他は1巻がない。1巻がない。そういう意味じゃない。なくなってるのはない。なく、持ってかれたやつ。はい、落ち着いて。難しいね。何が。自分が持ってない顔を言ってる、家と言ってるだけで何が難しいのか。私には分かりかねる。私なんか持ってないかな。で、7巻あるわ、持ってるわ、7巻。もういいわ。お菓子はないの。お菓子はグミが好き。グミとカリカリ梅と、梅虎三兄弟っていうのと練り梅と。駄菓子やの。そう、あとはうまい棒と、結構安いのが好きなのね。そう、ゴディバのチョコとかじゃないんだね。違う、うまい棒とか10円とか20円ぐらいですね。そう、アポロとかも好き。アポロね。だそうです。そう、夜食駄菓子で500円くらいだって買って。こんなになるね。そう、駄菓子をぜひ、ナンバーウォークのあー、ナンバーウォーク、駄菓子屋さんあるんで、ぜひぜひそこで買ってあげてください。プラッジャオエーソス確認。はぁー、シュラセプーケン。今惜しくなったの。今惜しくなったかな。というわけで、元気丸出し。というわけで、違うやろ、君の情報言ってんねん。読み物結界言わんかい。8月27日私の顔見て言うな。プラッツで、なんでやるか見て、向こうに言ってよ。ほら早く。はい、マイクね。どうぞ。8月27日にプラッツでスーパーアイドルキャッツコレクションっていうのがあるので、よかったらそれで来てください。何時からですか。止まった。1時からです。チケットは売ってますか。マイクがありますか。チケットは売ってます。どこで買えますか。チケット私です。自分。チケットは私に言ったら買えます。だからどこ行けば会えるのか。ね、ミクシーとかね、ブログとかね。あ、ブログ、そういえばブログやってるんでしょ。そう、ラワー、ごめんよ。ゆゆ拍手持ってる場合じゃないから早く持ってきて。こうやりたくない。探して、あった、これ、はい、ブログ見て、私が持っとくから。あ、やった。お願いします。はい、ね、燃えないようにね、燃えぶれしないようにね。 http://amc
違う。え違うの？合ってる。amblo.jp/po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 /双子のサンタです。http://amebro.com 中和.jp/ポッポポッポポッポ/双子のサンタです。ポッポ三条なんだけど。そう。うるさそうだな。でもね、仲良くね、やるかと思いきやね、きっと一つの同人誌を取り合って血みどろみたいな。ああ、これ私の同人誌今から読むね、私のやって喧嘩すると思いますね、私は。ジャパンプレに私が行くね、私が行くねとかさ、今チケットの情報をな。ああ、ほんまや、ほんまや。とね、ここにね、それに、はい、どうすればいいの？ここでね、メッセージを送ってくれるか、コメントをしてくれるかとかなんかしたらね、渡しますよ。メッセージかコメントで、はい、お渡しができるということですので、はい、皆様こちらのブログにぜひ遊びに行ってあげて、チケット買ってください。買ってくださいということです。はいはい、はい、いくらだっけ。いくら2000円です。はい、どこ見た今。2000円だそうですか。もう記憶とか記憶スケッチとかやってる場合じゃないやん。そういう情報書いてきなさいよ。記憶なくなった。あちょっとアジアって言っちゃった。まったくもう。はい、ありがとう。私最近焼けた。はい。じゃあチェット次いきますね。うん、引っ越しをされたラビさん、食事は作ってもらってると分かりましたが、お風呂の順番はどうしてますか？ナビさんがご主人様のようにいつも先に入っているでしょ。時和荘の住人ご主人様からいただきました。はい、その通りです。いやでも私の帰りが遅いときはあいつの方が先に入ってますよ、角の方が。うん、何どうしたの？引っ越ししてます。引っ越ししてます。はぁ、どこに？7月から本当な、まあ、ちょっと遠いとこ。遠いとこ、あー、まあ、霊界ぐらい。あ、霊界快適ですか？割と。おお、何 LDK ですか？実はね、6部屋ぐらいあんねんな。泊まりにおいで。あー、行くよ。うん、もうすごい。でも家では騒がんねん。あそうせず、追い出して。ちゃんと寝袋持っていく。いやいやいや、ここで寝る気だこの人は。冷えみたいな。あ、ミノムシみたいじゃない？ミノムシ。木からボトボっていきなり。ミノムシじゃない。目が覚めたらいきなり木の上に落として。怖い。多分担ぎ上げられた。担ぎ上げられた。違うで、こう投げられてんねん。ああ。先に飛んでけ。ああ。すがりつく。ローズビーフ。ああ、やったんじゃ。はい、というわけで私の方が先に入っております。というのも白はですね、朝入る人なんですよ、実は。ちょっとさっぱりして体の汗を流すだけの子なんで、私の方が先に入らせてもらってます。はい、そういう子なんで。何どうしたの？揺れてるんです。見りゃ分かる。どうしたの？今の子供はペン触りたかった。ペン触りたかった。ちょっとどうにかしてください、この子。ダメサイン出された。ひも食べよう。やめなさい。難しいな。やめなさい。そういえばポムちゃん、お風呂とかいつ入ってんの？なんかお風呂、うん、お風呂夜入るか朝入るか。夜に入って、うん、深夜の2時とか3時とかに入って、なんで？でずっとラキスタのモノマネをして風呂出ます。ちょっと待って、ちょっと待って、いろいろ走られた気がするんやけど、もう一回説明してくれるかな。2時か3時ぐらいにお風呂はいつも入るんです。入る。で、それは私はシャワー派とか、なんかちゃんとしっかり入るのかとか聞きたかったんですけど、ラキスタのモノマネをすると。クレヨンしんちゃんのモノマネをずっとしながら、今やって。クレヨンしんちゃんでギザギザハートの子守歌を歌ったらっていうのがあって、うんうん、ギザギザハートの子守歌、あれ、まあ、じゃあしんちゃん5歳ですよ。そうだね、そうだね。で、それで、ちっちゃな頃から悪ガキで中5で不良と呼ばれたよって、もう悲観。似てる。あ、マギーですか？超似てる。やったー、やったー。